今日はご協力ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。あ、ですね、質問なんですけども、はい、この、ライオンズマンション森田玉川の周辺環境はいかがだったでしょうか。周辺環境としましては、歩いて徒歩5分に東急玉川線矢口の渡し駅がありまして、通勤面に関しては非常に便利だと思います。蒲田駅、JR 蒲田駅の一つ隣になりますし、品川、東京方面も20分程度で行きます。横浜も20分程度で行きますので、都内各所への、都内近郊各所へのアクセスは非常に抜群に決まっております。ありがとうございます。はい、この近くにスーパーとかってございます？そうですね、歩いて徒歩圏内に、西友と東武ストア、あとライフの西蒲田店の3店舗が歩いて5分10分程度のところにあります。合わせてその矢口の渡し駅前から商店街が伸びていますので、日々の買い物には不自由することはないと思います。あ、すごくいいですね、はい、じゃあもう基本的に買い物とかで不便を全く感じないような感じないですね。車も必要ないかとすごくいい感じですね、はい、やっぱりでも、あ、じゃあこのお部屋の一番のアピールポイントを教えてください。こちらの部屋はやはり8階南向きのベランダとなりますので、はい、こちらぜひ見ていただきたいんですけれども、ありがとうございます、はい、こちら見ていただきます通り、南向き、横浜方面に、ベランダが開いております。おで、先ほどの動画にも紹介ありました通り、横浜方面の、空も天気がよく見えます、もう少し右側見ていただきますと、今日は富士山が少し見えますね。あ、僕もね、少し隠れてますけれども。あ、富士山見えるんですね、はい、だったらもう多摩川の花火大会とか、もう当日はここは特等席になります。さすがですね、めちゃくちゃいいですね。ちなみに当日ですと、はい、マンションの屋上も管理人さんが開放してくれますので、はい、希望者はドリンクなどを持ち込んで花火を一緒に見ようとマンション住人の方々で集まることもあります。あ、じゃあマンション自体もそういうふうなこと協力的なんですね。そうですね。あ、すごくいいですね。ここそうですね、はい、ありがとうございます。あとはアピールポイントは、はい、やはりこちら、日当たりの良さが一番のアピールポイントになりますね、はい。あと、先ほどの動画でもありました通り、キッチンも非常に広いので、私自身も料理、多少するんですけれども、料理をする上で不自由することもないかと思います。ありがとうございます。はい、私からの、アピールポイントは以上となります。ありがとうございました。じゃあこちらで、はい、皆様との対談を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。